それでは、今日は、バッドシムジャパンのイベントがありますので、そのイベントに参加する手順を順を追って、ご説明したいと思います。まずは、バッドシムジャパンサイトへ移動します。現在、今日コントローラーさんが、福岡と広島のアプローチ、それから福岡コントロールですね。東京コントロールもいらっしゃいます。今、これだけの方がフライトされています。現在のイベントの情報はこちらで、12時まで初心者歓迎イベントが行われています。初心者歓迎イベントのページに行きまして、こちらに今日のイベントの詳細ページがあります。今日は福岡と広島が舞台になっています。福岡から広島のルートと、広島から福岡のルートが載ってます。今日は私は福岡から広島のルートを飛んでみたいと思います。初心者さん向け、ベテランさん向けでありますけれども、CDU の設定ができれば、割とこちらのルート設定で飛んだ方が楽な場合がありますので、私はこちらで飛行したいと思います。一応ですね、ルートというか、チャートですね、チャートの確認をします。AIS Japan というサイトがありまして、こちらの方でチャートを確認することができます。福岡ですので、福岡、こちらですね。で、一番下、こちらにチャートがあります。これ出ます。こちらに、デパーチャーのチャートがあります。今日は確かラム16からで、通常このオグニのデパーチャーが使われますので、これをちょっと確認します。ランウェイ16の場合は、離陸後こういったルートですね。で、こちらのクーガトランジションということですね。では FS を起動します。福岡 RCFF のゲートは8あたりにしておきます。航空機は PMDG の737の700、オール日本。で、フライトです。一旦ですね、パネルをクリアします。エンジンを停止しまして、パネルをコールド&ダークまでいかないんですが、
それに近い状態に戻します。AES を入れてますので、ボーディング、搭乗リクエスト、リクエストボーディングですね、押しておきます。F5。そうしましたら、スコープボックスを起動します。ソシムをスタートする際には、必ずゲートからスタートすることが鉄則ですので、まあ、滑走路等にいきなり登場しないように、必ずどこかのゲートで、スタート、ログインするようにしてください。まず音量の設定をしておきます。スコープボックスのオプションからボイス、キャリブレートマイクロフォンがありますので、マイクの設定をします。最初の5秒間は静かにすることで、無音状態を自動的に検知しています。で、次はテスト、自分の音声をテストしますので、何か喋ります。テスト、マイクのテスト中です。テスト、テスト、マイクチェック、マイクチェック。で、ネクスト。次で、自分の喋った音声が確認できます。テスト、マイクのテスト中です。テスト、テスト、マイクチェック、マイクチェック。これでちゃんと聞こえましたら、音声確認終わりますので、イエスと。で、終わります。で、これで適用、OK。でそうしましたら、バットシムにコネクトします。まあ、ここはどこでもサーバーいいと思うんですけど、私はオセアニアで入ります。まあ、コールサイン、ホームエアポート、ファーストネーム、ラストネーム、それからエアクラフトを選びまして、コネクトと。ユーザー ID とパスワードはバットシムに、でアカウントを先に作っておいたもので、ログインします。これでログインしまして、でこちらの右側のウィンドウの方に、現在管制をやられている方の情報が表示されます。で次に、FS の方で、マルチプレイヤーコネクト。スコークボックスのセッションがありますので、これにジョインします。これで今、バットシムに接続が完了しました。そうしましたら、再びスコークボックスの方を確認しまして、まず、福岡アプローチ。今日はタワーさんがいませんので、アプローチさんからクリアランスをいただきます。コントローラーインフォメーションをリクエストします。福岡エアポートインフォメーションの今エコーですね。で、ILS さんは今日は16が使われてます。ですので、まあ、北側から南側に離陸することになります。119.1 ですので、レディを 119.1 にセットします。119.1 ですね。で、今の音が鳴りますと、119.1 に接続できているということになります。で、先にですね、次の
周波数も設定しておきます。福岡のコントロールに引き継がれますので、次は 118.9 ですね。こちらにある 118.9。この周波数を設定しておきます。今他の航空機の方がタキシングされるようです。ちょっと外の風景を見てみます。こちらの方が今タクシーを開始しています。ではパネル設定します。APU をスタートします。すみません、もうちょっと大きい声してもらえませんかね。申し訳ない。今日タワーさんがいないのでちょっとアプローチの方忙しそうですね。APU に電源を切り替えまして、フィールポンプを入れます。溶ダンパーを入れて、ウィンドヒートテストして入れます。スカプルームも入れておきます。ハイドロポンプ1、2入れておきます。それから、ブリッドの APU を入れまして、アイソレーションバルブオートで左のパックだけオートにしておきます。ポジションライト を入れて、もう衝突防止とアンチコリジョンも入れておきます。次に、またスコークボックスに戻りまして、フライトプランを提出します。デパーチャーは RJFF。アライバルは RJOA。それからフライトタイムはまあ1時間。クルージングエアスピード450でいいと思います。で、クルージングコードですけども、先ほどのバットシムのイベントページを確認します。こちらですね、フライトレベル190です。で、このルートをコピーしまして、こちらに貼り付けます。190ですね。これで OK ですので、フライトプランをここで送ります。で、ここにフライトプランセントと出ますので、飛行計画を提出したということになります。で、フライトプランは OK です。そうしましたら CDU の設定に入ります。ポジション設定はもう終わってますので、ルート画面。RJFF から RJOA、広島ですね。
ランウェイは16です。で、デパーチャーの設定。オグニフォーデパーチャーです。トランジションは IWC。アクティベートしてエグゼします。レグの確認なんですが、これルートのディスコンティニューがあります。で、ちょっとこの辺データがおかしいので、こいつをスクラッチパッドをプッシュして、一番上に。この試合さんは、202ラボンナウディング 1400。エグゼします。で、イニシャル設定。パフォーマンス。グルベンダー、国家公式から650、パティスラボ164、ウダザンタ、ラカティスタラ。ゼロフィールウェイトは、118、8、クルージングが、190ですね。からコストインデックスは30程度、リザーブは6、エグゼ。で、N1 リミットはここは触らず、テイクオフフラップ15度に設定します。V1、VR、V2、V139 ですね。トリムが 5.5 です。MCP を設定します。ヘディング157のアルティテュード190に設定します。気圧設定をしまして、VR1、2を入れておきます。いや、忙しいですね、今日は。フライトディスディレクター入れて、オートブレーキを RT を、フラップ15ですね。それでは、福岡アプローチに、クリアランスをもらいたいと思います。では、ちょっとコンタクトしてみます。クォークアプローチ、オールニッポン572、グッドイブニング。How do you leave?
ンテナ局コカプラティブエブリングリーディング 5x5福岡アプローチ、オリニポン572、リクエスト IFR クリランスと広島エアポート、オリニポンディパーチャー、フライトベル190。IFR 572、スタンバイフォークエラー。ロジャースタンバイオリニポン572. Only point 572, go ahead. Only point 572, get to Hiroshima Airport by every 40 bus, Jack Gaton, Dishon, then after direct transfer, Nissan. Make the flight at 150, stroke 13270.Clear to Hiroshima Airport.オグニポーディパーチャー、クガトランジション、メディフライトベル150、ダイレクトサンフル2000、リクエストスコーク、アゲイン。ちょっとこのスコークが聞き取れませんでしたね。オリンポン572、スコーク1327。オリンポン572、リポートレッティーブレイクブレイク。ブレイクブレイクですので、特に応答しなくていいということです。スコークを設定します。1327ですね。